はい、いつもやってるカスタマイズなんですけれど、僕取り扱ってますステンレスのスクリューに変えています。軽量化と広域が綺麗に出てきます。あとは樹脂のノブに変えると、まあ操作性いいですね。いいですし、まあ、軽量化意外と変わるんですね。これで重たいの重量なのか、意外とメタルノブって重いので、まあ、ビビったら違いですけど、ね、で、ここですね、スクリュー、ここもステンレスに変えています。すると、ノブ樹脂の、ペグボタンですね、まあシルバーのペグに変えてます。これちょっとシャーラー製のペグみたいに、遊びがあります。あの締め付けた時に、締めた時に噛みます。緩めた時はちょっと遊びがあります。その辺はまあ好き好みが分かれますけれど、別にあの精度には問題ないです。ハイエンドギターのシャーラーのペグとかも、まあ、そういう風に遊びがあるんで、まあ、それが嫌いな人もいると思いますし、まあ、仕様なんでですね。体感する部分としてはまさかデフォルトの時あまり気にしなかったせいかもしれないんですけど、ちょっとボディなりが強くなったような気がしますね。振動がすごいきます。あと金属がやっぱり増えて多いとペグとかもですね、全体がなるんですけど、減らすとネックがなってくる気がしますね。逆に言うとヘッドが鳴らなくなってネックが鳴るように感じただけだと思うんですけどね。あとは軽くなるっていう部分では、あの軽いギターっていうのはやっぱりレスポンスが早いですね。あのすぐ鳴るというか、また、まあ、発音が速くなるんですね。ただ、重量減るっていうことは、サスティンは伸びにくくなると思われますね。重さがないんで、重いとずっとその弦の振動を受け止める分が増えるんでですね。あとは、発音が早い分先に振動が来てあとは弾くんですけど、重いギターとかは発音が遅い分後からサスティンが伸びるんですよね。であとはまあ強いアタックに関してはどちらのギターもなるんですけど、まあ、軽くしたギターっていうのは強いギターのレスポンスも速くなるんですけど、強いアタックのレスポンスも速くなるんですけど、弱いタッチではならなくなるんですね。まあ、つまり弱いタッチは弱い、ちゃんとタッチが出る。だからダイナミックスの幅が広がるんですけど、その代わり弱いタッチではならないんで、ギター自体が、弦がですね、弦が死んだとき、弦が鳴らなくなったときは鳴らなく感じます。ペラペラの感じようになりますね。新しいときはもう、すぐ弦の振動が生きてるんですけど、弦が鳴らなくなったら、その重さがないっていうことはあんま振動しなくなるんで、ギター自体が鳴らなく感じるんですよ。僕はもうこれが好きだからこれでいいんですけど、
このギター、こういうギターに慣れてない人は、ならないね、このギターってなっちゃうんですね。まあ、それも特性なんで、まあ、どちらを取るかですね。そういう意味では、普通のギターの普通の仕様っていうのは、重さのバランスをよく取ってあるっていうか、やっぱり金属を増やすとなりやすくなるんで、サスティも伸びやすくなるんですね。ちょうどいい感じに作ってあるなと思いますね。これも軽くすることで、発音を速くして、レスポンスを速くして、ダイナミックスの、まあ、強弱をつけれるんですけれど、弱点はそういったところですね。モダンギターっていうのは結構金属が多いので、まあ、そういったずっしりした感じですけど、要はヴィンテージっていうか、トラディショナルなギターですね、ストラットとかの、まあ、プレッサドルの金属の率が少ない楽器に関しては、まあ、やっぱり軽やかになるっていうか、ヴィンテージさん。そういう意味ではヴィンテージサウンド系のモディファイかなと思いますね。弦高ですね。弦高を高くするか低くするかでも音色が変わりますので、まあ、高くすれば音は太くなる、ハイは出にくくなると思ってます僕。で、下げると低音は削れていくんですね。弦の振幅が少なくなるんで、その代わり指板に当たるフレットの指板に当たるビビリですねがクラスされて倍音がよく出る風に感じる。レスポンスも速くなりますね。音が立つ。で、低音は膨らまなくなる。で、これ難しいところで、上げすぎると低音ばっかりになって、もごつく。で、下げると、まあ、タイトになっていく。で、下げすぎるともう低音がなくなって、ペシャペシャの音になるんですけど、まあ、それを狙ってそうしてる人もいます。ただ、どうしても、音が詰まりやすくなりますね。まあ、この辺好みでちょうどいいところに合わせればいいかなと思いますね。僕は下げ気味ですけど、まあ、少しはちゃんと低音が残るようにセッティングします。まあ、これも好みなんで、あと人の弾き方ですね。アタックがもっと強い人だともうバキバキになっちゃうんで、やっぱりもうちょっと弦の方向が高い方がいいっていう人もいますし、優しいタッチの人は弦高いと全然ハイが出てこないと思うので、まあ、この辺も人の弾き方によってやっぱりセッティングというのは変わると思ってるんですね。ハイが出るってことはアンプからの出音もコーンがきつくなるんで、アンプの音も調整しなきゃいけないですね。ハイを絞ってやったり、ちょっとアンプの音も聞いてみましょう。
次は、このピックアップのままで、中の配線を単線に変えます。もうこれで結構、もっと分離が良くなりますね。攻撃が切れて。コンデンサーはその時に変えてしまいます。結構、ボリューム絞った時の音の芯が間違いなく変わると思いますね。ここが安いギターの致命的な結構だと思いますね。
ットとか元変わるんですけど、僕は意外とその配線でここまで変わるのかって思いましたね。あとは逆に言うと、USA とかに関してローが出てくるんで、レンジが広がっちゃうんですよね。広域は抑えられたりします。それもいいんですけどね、広域、まあ、何を取るかですね、だから。もちろん信頼性もありますし、接地クラフトのジャックもいいですしね。とりあえずは、ここはそのまま、だって、これを変えると、結構、パーツ代高くなるんですね。配線代を僕が使ってるのももちろん高いんですけど、ただ、この心臓を変えずに、いい音に変えたいなと思ってますね。で、こんな音するのって、こう、いいんじゃないって。もうこれ、今でも十分いいと思うんですけどね。でもまあ、もっと、この一番安い RG で、どこまで、いい感じの、驚かせれるかっていうかね、いいんじゃないよ、これ。いいじゃん、これ。嬉しいじゃないですか。やっぱり安いギターでもいいよと思ったら。それができたらなと思っています。もちろん、買えるに越したことはないんですけど、もうそこまでするなら、もうちょっとグレードのいいギターにしてしまってもいいんじゃないかなと思いますね。もちろん、当たり外れがね、やっぱり安いギターってあるんで、もうこれはすごいいいと思います。ネックもいいですし、ボディもいいですし、外れちゃうとどうにもならない時があるんですよね。その辺、もう大量生産では仕方ないと思うんで、クオリティコントロールがね、もうそれを言うならやっぱり高いギター、時間をかけて、木材をしっかり寝かせたギターを買いましょう。それでも当たり外れあります。木材の違いもありますし、重量の違いと、あとやっぱり人間が作りますし、機械が作ってもやっぱりもう寸分のね、狂いと、あとのセットアップのセンスとかね、そういうのも変わりますし、結局は、それを高いギターを買っても、原稿が高かったらもう安いギターと変わりませんし、音は立たないからですね。それの音が好きでよければそれにいいんですけれど、立った音が好きな場合は、僕は自分のギター、好きなギターの音っていうのは、ね、そのギターの音のセッティングに変えてしまいます。安いギターとかに。安いギターでも、ネックがね、ねじれてたりするともうどうにもならないんですけど、まっすぐであればどうにかなるんです。あとは、すり合わせというかですね、精度が、ネックのプレットの高さがネックの高さでもどうにもならないんですけれど、割とそれなりにまっすぐであれば結構弦高下げれるんで、バスが出ない、そんなに変な日にここは出ないとかですね、ムラがなければ問題ないので、ちょっと、この安いギターでもですね、長く使ってもらえたら嬉しいですよね。ギター自体嬉しいですね。もう調整がわからない人の手に渡ってしまうと、もうこのギターダメだっていうので捨てられたり、ね、逆に言うと、その人が高いギターを買っても同じことになると思うんですよ、結果。そんなにいい音が出ないっていうか、そのセッティングがうまくできない限りはですね、高いギターもいい状態にしないといい音は出ないんでですね、安いギターでもいい状態にしてしまえば、それなりにいいものになると。まあ、僕はちょっとそれを自分でやって嬉しいので、それを人の手に渡った時に、それを長く使ってもらえた時に、僕がやったことが正しかったかなと、気に入ってもらえてよかったなとですね。もしこの RG を手にして、ちょっと高いギター欲しくなった、いいギター欲しくなったって買いに行って、いや、こっちの方が良かったってなったら、すごい嬉しいことですね。もちろんその高いギターを僕がね、僕の好みの音で良ければセットアップすることができるんですけれど、まあ、もちろんバランスですね、本当に。どういう音が欲しいかと僕の好みが合ってない限りは、このギター全然良くないじゃんって思われると思うので、その場合逆に言うと、セットアップを変えてしまえばいいですね。僕が作ったセッティングと、こういったパーツのセレクトは、明瞭なはっきりした音、スピードが変な音が出ちゃうんで、それを抑え込むっていうか、こう、もう少しバランスを取るというかですね。逆にもそういう音が全然嫌いであれば、僕のセットアップしたギターは、必要ないですね、本当に。
真逆の方向に行ってるね、そういう好みの人たちとはですね。僕もこれが正解だとは思ってませんし、この真逆のギターの良さもあると思います。サスティンがしっかりあって、ローがしっかり出る。そういうギターも僕は弾いてて思いますしね、こういうセッティングじゃ出ないなと、そっちの方が正解だなと。なおかつ、そのサスティンとかもありながらバリッと空気が出たりするのがベストなんです。そういうのが PRS だったりとか、やっぱり ESP もそういうギターがあるなと思ったりしますね。やっぱりそういう方向性って作ってると思うんですよね。だからじゃあこのギターではそれを目指しても出ないとか、やっぱりそのギターによってはあるんです。ちゃんとギターの得意不得意がやっぱり形がいろいろあるようにですね。じゃあちょっとありがとうございました。これ RG350 ですね。まあ、安い RG を僕なりにカスタマイズしたタイプで、まあ、次回、配線材と、最終的にはちょっとピックアップも変えてみようかな。これも高いギターでない。安いギターでですね。これも安いピックアップだと思います。ファイバニーズがね、作ってくれたピックアップですけど。で、同じ安い同士でも成立する他の安いピックアップですね、したら嬉しいなと思って。ちょっと今回はここなく結構長かったですけどね。とりあえず終わります。ありがとうございました。